今回のマインクラフトはファミシード地で何も知らない二人にエンドラ討伐をしてもらいます。っていうのは建前で、今回プレイする日米にツイッターでこのような文章を送りました。ファミシード地なら何も知らなくてもエンドラ RTA 余裕説やるんだけど、日米だけエンドラ討伐を隠れて阻止するドッキリをするから何気なく取ろう。これをですね、もう一人のプレイヤーであるマロさんにも同じ文章を送りました。要するに二人とも自分が仕掛け人だと思って隠れてエンドラ討伐を阻止し合います。この泥沼すぎる企画、一体どうなるのでしょうか。とその前に、よろしければチャンネル登録&高評価よろしくお願いします。それではグッドラック。今回はですね、見ての通り今スポーンした場所が村だと思うんだけど、紙シード地に来てます。はい、エンドラ討伐余裕でできると思うんですけど、この紙シード地がなぜ紙シード地かこの2人は知らないですよね。全く知りません。わかりません。ということなので、まあ頑張ってちょっとエンドラ討伐行ってみてください。はい、はい、お願いします。じゃあ僕はちょっと知っちゃってるんでね、観察していこうと思います。まずこのテスト、すげえ強い、もしかしてなんかめっちゃ実績解除してんじゃん。本当だ。何入ってた。黒曜石何個取った。黒曜石3個6個ある。3個 6個ある。え、9個じゃん。もうやってて。あ、もう作れるってことか。ネザーゲート、日米作っちゃう。あいや、日米やってるわ、これは。日米普通にミスってるんだけど。テイク2やん。テイク2とかないんで、このまま頑張ってください。このままやる。ネザーゲート、これ、簡単にいけるはずだったのに、やったな、これは。あるあるある。ある、黒曜石ある。11個入ってる。おー。11個入ってる ?11 個入ってる ?2 個あるんだよ、ってことは、おー、できたできたできた。火打ち石がない。え、なんか、狼です。そうだ、火打ち石。どうも。いや、よくないよ。やばい。砂利もね、この近くにあるんで。あったあったあった。砂利、ああ砂利あるよ、砂利あるよ。マロさんが見つけた。やばいこいつ、やばい。死にかけない。じゃあ頑張って。うわっ、一命一命死ぬ。すげえ、殿様おる、殿様。全然出ない。何分の何これ。どんぐらいなんだろう、確率。割と低いよね、確率。お、いける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 。そう。おー、すごい、このシード地下にネザー要塞あるよ。殴りてぇ。おぉ、金さそうですよ。あー、ごめん、もろいとは。おい、やばいって。あって、ブレイズ1機。おー、ほんとだ。ブレイズスポーナー2個あるよ、ここ。一回帰って武器作った方がいいのかな。そうなんじゃないもん。確かに危ないって。おい、大コマいるって。絶対寝んねん、そこで。これ、こっから寝たらどうなの。おい、やばい、帰れなくなるって。何取ればいいんだっけ。5くらいでいいじゃん。あ、マジで死ぬ、マジで死ぬ。あ、ごめん、ブレイズかと思った。あ、つい。やばい。あー、エンダーパールはどうするんだ。金装備つけとかないと危ないか。あ、だけど、だいぶだるいか。マロさんかと思った。今マロさんかと思ったって言ったの。ゾンビピックマンじゃん。そう、ピン取っていて、このめっちゃ今頑張って取ってる。あー、マロさんも取ってんね。マロさん今何個。今は18。18。おお。鉄ピッケルなかったっけ。消えたんじゃない。ちょっとマロさん見てみよう一回。全然ないわ、金。どうする、合流するか。無理で、ブーツ作っちゃった。ああ、いい。保管してみよう。西部はまだ金残ってんの。残ってるよ。マロさん。全然渡さん。マロさん集めてよ、金。集めてるよ。集めてる。うん。おい、出んな、こいつ、マジで。ゼロコス。あ、うん、オッケー。うぅ、あ、え、あって、やばいこれ。え、なに、ちょっと見ていい。金、え、あー、すごい、こんな感じだった。金ピカ金ピカ。いや、やば、金ピカじゃん。何それだ、お前は。え、マジで見つからん。マロさんね、探すの下手です、これは。マロさん、痛い。いや、でもね、俺、あ、待って、金にも食べちゃった。おい、石でなんか壊した気がする。あ、行くわ。うん、おお、あ、オッケー。もう RTA 感ゼロね。そうでしょ。
残念。どこにいんの、マロさんは。俺、めっちゃ奥にいれば。お、じゃあ行けるんじゃない？食料がないんだけど、俺。一回帰りなさいや。うわあ！まずいな。ちょっと、みんな一回集合しよう。ちょっと、今回の客、何かおかしいと思いませんでした？え？日米は？え？わかんないっす。マロさんは？わかんないっす。今回、ドッキリを仕掛けました。俺じゃないよね。そうですね。あなたです。なんとですね、今回。どういうこと？あなたですよ、あなた。いや、あなたですよ。いや、あなたですよ。いや、今回ドッキリを仕掛けたのは二人にです。え？なんと、今回、同じメッセージをマロさんと日米どっちにも送ってます。お前なので、日米には、マロさんがエンドラ討伐するのを阻止してって言って、マロさんには、日米がエンドラ討伐するのを阻止してって、送りました。おーい。おい、マジかよ。俺めっちゃキントンのサボってたのに。うん、めっちゃサボってた。まあ、だから、この検証結果で分かったことは、マジで泥沼になるっていう一生たどり着けないんだよこれこいつ何してんだと日米的にはどんな感じだったのいや金3個え3個そんなことあるとさすがにちょっと進まないとなと思ってマロさん的には何も気づかなかったもう何も気づかなかった真面目にやってると思った確かに日米の方が真面目にやってるから真面目にやってた、ね、2人ともね今回ドッキリに引っかかったということでざまあ見ろまたいつかドッキリ仕掛けると思うんで覚悟しといてくださいさよならさよならさよならこの企画はちょっとひどかったわ。